ダーン、バスピノ 70F。 今回このスーパーフラッシュベイトナチュラルアユを開封していきたいと思います。すごいギラギラしていますね。これよく見ると特徴的なのがこのリップのところがコーティングされています。こっちが金色で、こっちがこの腹と同じ色、シルバーですね。すごいかっこいいです。ピンキーチャートクラウンとデッドホワイト、あとこのスーパーフラッシュベイトはリップが特徴的なルアーになっています。その他はこのように透明のリップになっています。はい、でこれ特徴的なのがワイドロール特化型のロングビルと、あとアイの設定ということで約3分の1ぐらいを占めています。ここのアイの位置がすごく重要で、ここのアイがこの近くの方に、もしくはこの口のところにアイがついていたら、おそらく結構深く潜ってしまうと思うんですが、このアイを先端に設置することによって大きくローリングしながら泳ぐようになります。上から見るとこのように泳ぐのではなくて、引っ張ると傾いて大きくロールしながらこっちに進んで、またこっちに傾いてロールしてこっちに行って、傾いてこっちに行って、傾いて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 っていう感じで泳ぎます。あと何といっても特徴的なのがここの尻尾の部分です。ここはスラシュラダといって、水流を受けることによってちょっとした水流でも綺麗にアクションしてくれるらしいです。なので本当に本当にゆっくり、本当にこれぐらいの速度で引っ張っていっても、このロール自体はロールの幅はちょっと小さくはなるんですが、ゆっくりこういう感じで泳いでいきます。このカラーはすごくもう一目惚れして、本当は2つだけ買おうかなと思ってたんですけど、ついつい買ってしまいました。今回グリッターシークレットベイトとこの定番のアユと一目惚れしたやつ3種類を買いました。で今回はちょっとグリッターシークレットベイトでちょっと釣りに行きたいなと思っています。それではカン釣りへレッツゴー。加熱色が急遽やってなくて抜いてでやることにしました。おお、すげえすげえすげえ、変な泳ぎ。これは釣れそうだ。毒オークですね、毒オーク。あら、すげえ、毒オークもする。すごい、生めかしいね。ね、すげえ、チェイスする。俺についてこい。早巻きにはちょっと不向きですね。ただ超デッドスローでもきちんと泳ぎます。お、ギルだ、ギル。なんじゃ、初めて見るルアーじゃ。どうした、バサマ。お、なんだ、無理だ。おー、すげーすげー、起きたんですか。すごいすごいすごい、すごい、一気に来たよ。
すごい今の。遠くから走ってくるんだな。すげえ。おお、群れが来た。今回は簡単に商品紹介をしました。今度は缶釣りでいろんなアクションや試したいことがありますので、ちょっとそれを試したいと思います。ちなみに早巻きでルアーが暴れちゃうのですが、それもまた釣れそうで楽しみです。それではまたのご視聴よろしくお願いいたします。それではバイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。